はい、こんにちは、ハッピーです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画は食玩の竜ソウル行きたいと思うんですけれども、全部で4種類だったかな。そう、ある中で、2種類だけつまんできました。はい、ラインナップは、レッド竜ソウルで、ここに書いてあったね。はい。1番レッドで2番ブルーで3番強ソウルで4番カルソウルで、変形して各種玩具と連動なんだけど、まずレッドはね、デラックスと、比較するとどんなもんなのかなっていうのが気になったのと、あとはね、新規カルソール、軽くなるんでしょうね。カルソーって書いてある。なんかパッと見なんか鳥っぽいデザイン。はい、そんなわけでね、見ていきたいんだけど、注意書きがねちょっとあって、そう、レッドソールは裏面の顔の塗装はデラックス付属のものと異なります。でね、お値段がね1個、あ、これ書いてねえわ。そう、300円だった。でね、レンジャーキーなんかちょっとね、今いくつか引っ張り出してきたんだけど、当時はこんな感じだったんだよね。そう。で、200円で、200円じゃ180円だっけ？あ、200円だ、200円。うん。200円で、いろんなのが出てたんだけど、そう。なんだかんだダブったやつとか、開けたくないやつはそのまま取っといてたりしてます。はい、そんなわけで、まずはね、レッド竜ソウル行きましょうか。ほい。で、ラムネの、今ね、トリセツっぽいのが書いてあった。お、内側に遊び方が書いてあるね。はい。で、レッド竜ソウルで、縦のシールは自分で貼ってくださいっていうやつ。で、1番、番号が振った。で、続いてね、カルソウル見ていきましょう。ほい。カルソウルは、はい、このようなシールです。ではね、レッドとカルソール両方シール貼ります。はい、こちらがね、シール貼ったものなんだけど、台紙から剥がすとき上だけペロってなっちゃってね、中途半端になっちゃった。はい、こちらがレッド竜ソウル食玩版。なるほどね。こういうことか。で、こっちがね、デラックス。はい。顔のね、塗装はね、省略されてるんだけど、この額の部分とか上とか、ただね、顔面、こっちは黒く縁取りで、こっちはね、黒いのがなし。表情違いだよね。意外にね、こっちの表情もありかもしれない。好みかな。目の周り、あと、アイラインというか、このラインがね、あるなし。結構表情がね、ガラッと変わる。はい、番号がね、C012 でこの形状です。ちなみに C っていうのは、キャンディー事業部、食玩の C。で、ガチャはね、V。ベンダーの V。で、ボーイズが B。で、翼玩とかあの辺出んのかな？それがね、L。で、ちなみにね、こっち。はい。上がチェンジャー付属の B の001で、ロボの002。この3つね、形状違うんだよね。なんか違いがあるのかな？で、こっちが食玩で、こっちがデラックスなんだけど、パッと見はそんなね、変わりないんだけど、ちょっと色味というか、艶が違うよね。半艶みたいな感じ。腕回り。で、後ろね、先ほども見たんだけど、頭部の顔が違う。で、メインギミック。折りたたんで、パシャ。これね、レンジャー機でもやってくれたらすごい良かったんだけどね。あっちはなんだろうね、ほんと大量にいろんな種類を出しまくるっていうのがあったんだけど、ね、当時が200円で、リューソールが300円でこれっていうのは結構嬉しいよ。はい。で、続いて、はい。カルソール。羽持ってんだ。羽型の剣なのかな。で、後ろ。C の028。で、ここら辺はあれかな？他の。そう、今ね、DX しかないんだけど、パッと見一緒かな。で、ソウルモード。鳥っぽいよね。で、竜ソウル折りたたむとね、ドラゴンの竜の横顔みたいになってて、レッドとかだったらここは下顎としても見れるんだよね。このギザギザといい、下の歯。で、こっちに限っては、これを隠したとしても、もう本当鳥だよね。
まあ、ボディがあって目があってくちばし、カルソール、はい、ってなわけでね、チェンジャーと剣で連動いきます。いや、まさか音声違うとは思わなかった。うわーマジか。いや、音完全にね一緒かなと思って2種類スルーしたんだけど、違うのかなこれ。うー、やっちゃったな。まあ次また行こう。はい、ちなみに強ソウルはどうなんだろう、一緒なのかな。なんかすごい気になってきた。で、あ、書いてあるんだ。ごめん、見なかった。全く一緒だっていうね、そんな認識で買ってきたから。なるほどね、違うんだ。そっか、じゃあ強ソウルの方、パッケージ見て、違うんだったら買ってこよう。まあ、ブルー違うんだろうね。はい、そんなわけでね、今回はカルソール。SG 流ソウルのね、一段のカルソール、そしてレッド。完全に音使い回しかと思いきや違ったね。はい、てなわけでね、ブルーと強ソウルも、まあ、近々捕獲してきます。まあなんかのね動画のついでで一緒にやると思いますので、はい、その際はよろしくお願いいたします。はい、以上タヘピーでした。ご視聴ありがとうございました。